カマ突入。みんな元気。今日はこれ。すごいブブブブブブブ。今のおならは何ですか？ブーブーチャンネル。ブーブーチャンネル。いろいろトミカ。いろいろトミカ。まずこれがフォードフォーカス。RS500 これがハトバス。ハトバス2階建てのハトバスです。ハト2階建てハトバス。ハトって言った。でこれがトヨタ FJ クルーザーのパトロールカー。でかいちょっと運ばれた。じゃあ見てみよう。ダダン。50。シール。本当だ。ここが後ろでこことここが前。で、それでさ、この場合だと何人乗りかな、数えてみよう。1,2,3,4,30,31,32,33,34。ここの場合だから68。すごいな。2階建てバスってすごいね。これが1階建ての普通のハトバスに比べてみると、ちょっとね、こっちの方がでかいね。これやっぱり2階建てのハサスペンションないよ。うん、ちょっとあるないじゃん。あー楽しそう。お、これいいじゃん。よっ。おお、これこっから見ると綺麗だよ。これいいかも。人いっぱい乗れるし。これは4個でしょ。1,2,3,4 だけどこれは6個。1,2,3,4,5,6 6個もある。これは普通のバスより2個多いね。おー、ちょっと緑というか緑よりちょっと違うな、この感じ。これがいいじゃん。ギミックはサスペンション、後ろにタイヤがついてます。じゃじゃん。ギミックは横はなんか漢字が3つついてる。これのギミックはサスペンションのみ。じゃあ最後、じゃじゃん、フォードフォーカス。真っ黒で、ね、ちょっとこれ真っ黒だからもうちょっと色があると思う。銀もあるよ。銀もだけどほとんど黒じゃん。これもうちょっと色があった方がかっこいいと思うんだけど。僕黒の方がかっこいい。かっこいいよ。僕なんか赤と黒とか、え、赤と黒とかさ、どこにある、そういう風になった方がかっこいいな。そうだよね。これこっちのが高いな。ラウルサウルに似てる。ラリーカーなんだ。じゃあ遊んでみよう。これパトーカー。パトーカー。パトーカー。何にも流せない。消防車いないじゃん。難しいぞ。同じこと言うと長いバスだから
なぜかというと細長いから通りづらいんですよ、こういう道は。早く走んないよ。早く走るよ。だって100キロ。ここにする？ここ工事してる前と。うわ、ここ狭っ。所詮ギリギリじゃん、ほら。ここどこ。これはもっと太いから。これもギリギリだ。僕これダメだよね。もう。うわーんと。シャーマ。シャーマ。シャーマはね、ここ通れない。わあ、ギリギリじゃん。結構でかいんだけど。残念ながらハマーには負けるね。これ本物の大きさだよ。サスペンションすげえ。トミカじゃないね、これは。触り心地が。これと比べてみたら。ちょっとこっちのが高い。うわー、こんなじ。それ韓国語でしょ。こんなじで。カプソニーでいいんだ。じゃあ、クーマでいいんだろう。ほんとだ。ハマがドリッとしています。ドン。助けないの。助けてほしいの。助けてー。うわー、これはむずいな。ハマーは重いから。クレンガ。チーン。ああ。頑張れ。いやーと。よーし。重たいハマーを持ち上げられたぞ。これはこれで帰るぜ。道幅が狭い。これ曲がりにくいよ。みんなも遊んでみてね。さとチャンネルまた見てね。前輪操舵だから これは小回りが効きます。大きいから小回りは普通効かないんだけど、こんな急カーブだってギリギリだけど曲がれちゃう。